プレドラグミアとビッチは、モンテネグロポドゴリツァ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。元ユーゴスラビア代表。ユーゴスラビアを代表するストライカーの一人。巧みな足技と力強いドリブルが持ち味で、速い足の振りから繰り出す強力なシュートから、バルカンの速射法の異名を取った。元々は、攻撃的な MF として、キャリアをスタートしたが、後に、 前線 FW へとポジションを上げ活躍した。数年ユースチームで過ごした後、1987年に地元のクラブチームブドゥチノスとチトグラードでキャリアをスタート。同年のワールドユースに出場し、ユーゴスラビアチームの優勝に貢献する。1987から88シーズンにはクラブのレギュラーとなり、ディアン・サビチェビッチやドラゴリュブブジュノビッチ、 グランコ・コブルノビッチらと共に、プレー31試合に出場した。1989年冬の移籍市場にて、パルチザンベオグラードへ移籍して、デビュー戦となったフルスブルチノストとの試合でゴールを挙げた。しかし、移籍後半としてエドは、新しい環境にうまく適応することができず、得点を重ねることができなかった。翌シーズン、14得点を記録して、才能を開花させた。 1991から92シーズンには国内カップ獲得。1992から93シーズンにはチームのリーグ優勝に貢献した。1993年夏の遺跡史上でリーガエスパニョーラ・バレンシア遺跡。9月5日のレアル・オビエド戦でデビューを果たすと、フース・ヒディンク率いるチームにおいて絶対的な存在となった。 最終的にリーガ初シーズンは35試合に出場し16得点を記録した。1995から96シーズンにはリーグ2位となる28得点を挙げた。1996から97シーズンからはレアルマドリードでプレー。遺跡1年目からファビオカペットの下、ダボールシューケル、ラウルゴンサレスの3人で攻撃を展開し、リーガ優勝の原動力となる。 翌シーズンには怪我などもあって、リーグ戦は24試合出場に止まったが、アムステルダムアレナで行われたユベントスとの決勝では、決勝点を決め、レアルマドリードに UEFA チャンピオンズリーグをもたらした。これらの活躍により同年のバロンドール投票では、第2位となった。百九十八年に、チームはトヨタカップを制したが、ラウルとフェルナンド・モリエンテスの二人が優遇され、 ミアトビッチは不遇の時期を過ごした。1999年にクラブがニコラ・アネルカを獲得したことにより、シーズン後にセリエ A フィオレンティーナへ移籍。しかし怪我の影響をもあって目立った活躍はできず、2001から02シーズン後のクラブ消滅を機にイタリアを離れた。他クラブからいくつかのオファーがあったものの、家庭の事情からスペインに戻り、当時セグンダ・ディビシオンのレバンテへ加入。 一シーズンプレイした後、2003年に現役を引退した。1989年8月23日のフィンランド戦で代表デビュー。1998年のフランス W 杯、プレイオフでは2試合7得点と大爆発し、ヒーローとなったが、本大会では4試合1得点に止まった。代表通算73試合出場、28得点。2006年、 ラモンカルデロンが、レアルマドリードの会長となったことにより、スポーツディレクターに就任。2009年まで同職を務めた。ありがとうございます。